皆さん、こんまりー。今日はですね、前回の続き、今見えてるお家の中に実際研究施設を作っていきたいと思います。それでは早速、作業スタート。ではまずメインのお部屋からですね、始めたいと思います。で、ここのお部屋ですね、床板の方は、オーバーテクノロジーな床。で、メインの壁紙がこのオーバーテクノロジーな壁。正面にアクセントでラボの壁をつけてます。今回使いたい家具をね、一気にダパパダパパパパ、ダバダバダバっと出していきます。裸電球、それから監視カメラが2つに、アイアンウォールランプが3つ。それにアカデミックな目が壁に、あと歯車、床には実験セット、サソリの模型、ロボットアームにバイオポットの青、で宇宙船操作パネルと電子工作キット、恐竜のおもちゃ、作戦会議テーブル、すごそうな機械、コールドスリープマシーン、隕石、検査装置、よくわからない機械、だらしないテーブルと歯車の装置をね、今回使って入れようとしていきたいと思います。まず、研究室のメインみたいな感じで、現実際にしてるよっていう雰囲気がね、漂うように組んでいきたいと思ってます。OK です。これで、レイアウト自体は組めたので、これ全部ね、電源入れたいと思います。これも、こっから、磨く作業で、エフェクトをね、つけたいと思います。さあさあ、どんどん。オーバーヒートしてそうですね。あやー危ない。もう、きっと多分もうすぐ、爆発する。完成しました。じゃあ次ね、メインの部屋から左側に入った部屋ね、作っていきたいと思います。じゃあ二部屋目ですね。ここで使ってる壁はファクトリーな壁。床は乾板の床を使ってます。ここもね、まずは使いたい家具をね、どんどん出していきます。天井はシーリングファン。で壁に化石の額入りポスターと、ウォールクロック、非常口、あと匠ライフスタッフの写真を出して、床ですね。は、見知らぬ猫のカバン、素朴な洗面台、書斎の机、服の山、ヴィンテージなチェスト、ルームシューズ、穴あきソックス、だらしないベッド、タブレット端末にヴィンテージなスツール、あと三つ折りソックスにディスプレイボトルと、スナック菓子、スクラップブック、それからハンガーラックと、木製のロコールね。この部屋は、ここのね、研究所の研究員さんの寝室みたいなイメージなんだけど、ちょっとまあ全体的にだらしないというか、もう研究に没頭しすぎてて、それ以外のね、ことにはあんまり手が回ってなさそうなね、イメージのアイテムを出してみました。ただ、ここにもちょっとなんで研究してるのかみたいなのが、匂わせのね、アイテムが出てるかなと。ということで、二部屋目ね、完成しました。じゃあ3部屋目ですね。このメインの部屋から奥に行ったとこ作りたいと思います。使う壁がコンクリートの壁で床は鉄板の床を使います。で、使う家具はスイッチ。それからスマート壁掛けスポットライト。ここにもあと監視カメラ。それから学習ポスターを壁につけて天井はこの裸電球4つのみですね。で、床にはビデオカメラ。医療ワゴン、それからポット苗セットにキノコ、あとは光苔の栽培棚、顕微鏡、積まれた袋、植物パーテーション、猫車に小麦の苗、薬品棚にタンク、散らばった紙、あとはリサイクルペーパー、拾いた資料、アイアンワークテーブル、キノコもまだ出して、光苔の栽培棚が苔3つ、針葉樹の苗、それから本ね、出していきます。で、ここに作るのは、ちょっとまあ植物の研究室みたいなイメージのものを作ろうと思ってます。OK、これで3部屋目完成しました。はい、じゃあ次4つ目ですね。メインの部屋から右に入ったお部屋作っていきたいと思います。このお部屋の壁ですね、黒レンガの壁使ってて、床はサンクスギビングな床を使ってます。
で、使っていく家具なんですけど、天井にレンジフード、それからホロランプの緑、シーリングスポットライトのシルバー、壁はウツボカズラと、エアコン、で、床には黙々のラグ、それからだらしないシンク、パック飲料、サンクスギビングなテーブル、ノルディックなチェア、ダイナーなカウンターチェア、白が2つ、カウンターテーブル、それからカップ麺、箱椅子2つと、カカオ、それからオイルサーディン、ポータブルリコードプレイヤー、薪ストーブ、フレンチドア冷蔵庫、食器、アイアンシェルフ、木製チェア、薪を使っていきたいと思います。で、ここのお部屋は、まあ、キッチン兼ダイニングみたいな感じにしようと思ってて、まあ、一応ね、さすがに食べ物を扱うとこなんで、他のとこよりはちょっと整頓されてるんだけど、やっぱちょっとこのだらしないシリーズとかでね、どうしても手が回ってない感を演出できたらいいかなと思ってます。4部屋目完成でーす。はい、じゃあ次5部屋目ですね。2階に行きたいと思います。はい。じゃあ2階に使う壁紙なんですが、メインがライブラリーな壁。で、右振り向くとアクセントにクラシックな壁紙が貼ってあります。で、床は金のアイアンパーケットの床。じゃあここも家具をまずはね、出していきます。使うのはウッドシェードランプ。それからオーディソプター。吊り下がる光ボケが2つ。ウッドペンダントライト。裸電球。そして壁にはフラワーシェードのスポンス。で、スマート壁掛けスポットライト。黒が4つ。で、ほっぺ派には、あとは頬派には、それからモビールのゴージャス。で、床行きます。床は星空のラグに脚立。で、本が一冊と書類の山。お勉強セットにクールなサイドテーブル。柱が、今回4つですね。2、ブックスタンド、積まれた本は3束ですかね、3セット。で、キノコの原木、紙袋、それから段ボールと蓄音機に山取り足。あとはカントリーな椅子、ピスケスのランプ、だらしないソファー、突っ張りラック、ブックバンドに工作材と木製の本棚が2つ。あとはアームのフロアランプですね、これ使っていきます。OK、これで2階も完成です。はい、じゃあこの研究室のラストね、地下レイアウトしていきます。地下に使ってる壁はメインが鉄骨の壁、最後ですねに、正面にモニタールームの壁を使ってます。床は鉄板の床を使ってます。で、使う家具なんですが、それから積まれたタイヤ、トロッコ、ペンキ缶、ジュラルミンケース、スチールのゴミ箱、ロッカー、それから映写機、ゴミ袋、オフィスの資材、一眼レフカメラ、スプレー缶、フォーグ棚、カラオケセット、着陸船、消火器、一斗缶、学校のロッカー、チェーンソー、カゴ台車、絡まったコードをね、使っていきます。もうぐちゃぐちゃですね。はい、ではこれで作っていく地下のお部屋は倉庫ですね。まあ、失敗作だったりとか、もう使えなくなったあの古いものをここに一旦もうえいやーって置いちゃってるっていうお部屋です。完成です。今日の動画いかがだったでしょうか？よかったらこの動画の感想や、あとはこの研究所が何の研究をしている施設なのかの予想とかをね、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。それではここまで見てくださった皆様、どうもありがとうございました。また別の動画か配信でお会いできると嬉しいです。それでは、おつまーりー。